はい、どうも、ゆうこです。今回は DJ 信長の、とりあえずやってみた動画です。当方中年のおっさんなので、まあ、そういうタイトルでやりました。おっさんです。もうしばらくすれば、2、3年ぐらいすれば、いやー、もうちょっと、サバ読みすぎたな。でも、40ぐらいになっちゃいます。そろそろやばいね、もう40だよ。どうしよう、40でこんなことやって大丈夫なのかな。まあいっか、とりあえず行こうか。これね、結構面白いの。タップつうかなぞる感じなんだけど、ちょっと頭の固いおじさんには結構辛い、結構辛い。取り残してるしね。でもうちょっと行くとさ、全然指追いつかないの。これ若い人向けかなって思うんだ。でもね、結構面白い。頭の回転なんね。全然ダメです、おじさんちょっと辛いです、とか歌いながらね。でもまあいい感じ、刺激的にはいい感じ。これ面白いよ。指が追いつかないよ。これ慣れてくればさ、結構おじさんも頭柔らかくなるのかな。そんな感じはするよね。結構ね、慣れてくると面白い。このね、一面ごとにあるフィーバータイムがね、もう大変なんだわ。おお、もう焦るもんね。みたいなね。すいません。このゲームはさ、リリースしたてだから、33連できるのよ。だから結構なガチャできるんだけど、どのキャラが当たりなのか全くわかんないのね。なんかどれも同じように見えて、信長とかさ、家康とかさ、作画崩壊しすぎちゃって誰が誰だか分かんないし、もうなんかリアリティがあるのか全く分かんないんだけど、まあスキルの違いだけなのかな。リーダースキル、そういう系なのかな、そういう系の差なのかなとは思うけど、どれが当たりなのか全く分かんない。リリースしたてだからね、なかなか情報も少ないし、まあかといって星2とかでもガチャ引いてかぶってくれば転生とかできるんで、まあそういう面では無課金で全然楽しめるゲームかな。逆に課金してくれって言われたら、マジでっていう、ちょっと悩むレベルかな。まあちょっと開発者さんにおかえそうだけど、ちょっと課金するレベルではないかな。そんな感じは今してる。これで課金するって言われたら多分やめちゃうと思う。ごめんなさい。暇つぶしにはすごい面白いゲームだよ。面白いゲームなんだけど片手じゃできない。ちょっとね、僕は親指の長さがさ、ちょっと短いつうか標準タイプだから、そんな長くないんだ。だからね、携帯を左手なりに持って右手でなぞるみたいな、そういうゲームです。ちょっと軽くやった感じなんだけど、課金要素がね少なすぎる。まあ、無課金の方にはすごいありがたいゲームなんだけど、運営さん側はどうなのかなって逆に心配しちゃうレベルかな。商売だと思いますので、まあ頑張ってください。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。